東日本旅客鉄道 JR 東日本リテールネット株式会社 JR 東日本リテールネットは東京都新宿区西新宿に本社を置く東日本旅客鉄道の完全子会社主に JR 東日本管内の駅などにある駅売り店、キオスク、コンビニエンスストア、ニューデイズ、改札内商業施設、イクット専門店の運営を行っている。また、 第3セクター鉄道のうち、QJR 東日本管内の青い森鉄道と、IGR 岩手銀河鉄道、越後と目木鉄道の使用駅でも、駅構内売店の運営を行っている。1987年に、東日本キヨスク株式会社として設立され、東日本管内のキヨスクを中心に営業を行っていた。しかし、近年の駅構内ビジネスの環境変化により、 1988年度は95%だった。駅売り店の売上シェアは、1998年度には67%、2005年度には37%と、低下の一途をたどり、2006年度決算では、コンビニ35%を下回る34%となった。これにより、社名とそぐわなくなったため、2007年7月1日をもって、 株式会社 JR 東日本リテールネットに社名変更した。また社名変更とともに、キオスクの読みを JR グループ共通のキオスクからキオスクと改めた。JR の他社グループが追随する予定はない。JR 東日本グループとして、交通系 IC カード Suica の利用エリア内で Suica 電子マネーを積極的に導入している。 特に2010年後半は JR 東日本本体と共同でキオスクニューデイズにてスイカポイントの倍増やスイカ割のキャンペーンを数回実施しているニューデイズへ急騰三宅栄養ストリート鉄道巡職者や傷病退職者の妻を中心に雇用していた鉄道交際会時代からの流れでキオスクの販売員は多くが中高年の女性であり近々の大量退職を機に 人件費抑制策として販売員に退職金を渡した上で希望者は契約社員として再雇用するほか人手が足りない分は販売員の新規募集を並行して行った。しかし多くの販売員がそのまま退職した上新規作用をしようにも応募者が来ずその結果として販売員が足りなくなり2007年4月頃には首都圏の 約3分の1の560店舗中185店舗が臨時休業という事態となった。そのため、利用者にとって不便な状況が続いていることが、読売新聞の2007年4月13日電子版他で報道された。なお、一部店舗の閉店やオート化も込みで、この事態は解消している。ABCD 会社総監未上場会社1 9 9 7年版下官。 日本経済新聞社、PP3716JR 東日本、プレスリリースグループ会社の社名変更について、キオスクと呼んで。ただし、東日本だけ、読売新聞 JR 東日本グループ事業の再編についてのお知らせキオスクの3分の1が、休業中、首都圏の JR、値段暗記の社員リストラ補充募集、空振り首都圏のキオスク、3分の1休業。 スイカ導入の意外な影響、キオスク1 8 0休業中熟練店員去り、人手不足、朝日新聞2007年4月8日付け長官、37面。ありがとうございます。